ゴーストアーミーの気象ゴーストアーミーはアメリカ陸軍が第二次世界大戦中に編成した特殊部隊である。正式には第二十三本部不特殊部隊と呼ばれた。戦術的疑問作戦の展開を任務としており、1100名の隊員はしばしば他のアメリカ陸軍部隊を装って活動した。ノルマンディ上陸作戦の数週間後にはフランスに上陸し、以後終戦まで。 偽戦車や外戦車、偽の無線通信などを駆使して欺瞞作戦に従事した。彼らが関与した工作は20件以上あり、その多くが前線からほど近い位置で展開された。ゴーストアーミーの存在は戦後40年以上も隠し通され、情報の多くは依然として機密扱いとなっている。2013年には公共放送サービスがドキュメンタリー番組、 ザゴーストアーミーを放送した。ゴーストアーミーの設置については、1942年末の第2次エル・アラメイン海戦において、大規模な欺瞞作戦を成功させていたイギリスからの影響が発端だった。1944年初頭戦争省は、ゴーストアーミーこと第23本部不特殊部隊の設置を承認した。これに従い、部隊は、 テネシー州キャンプフォレストにて設立され、ニューヨーク州パインキャンプに移って編成を完了した。ゴーストアーミーの隊員に求められたのは、ドイツ兵を騙し混乱に陥れる知性と才能である。そのため、美術学校や広告代理店など、様々な創造的な職業の場から、隊員の募集が図られた。隊員には、芸術家、建築家、俳優、舞台美術家、 技術者といった職業のものが多かった。1944年5月初頭、ゴーストアーミーはイギリスへと向かった。イギリスでは、ストラトフォードイコールアポンイコールエボン付近に、駐屯地を構え、フォーティキュード作戦に向けた準備を行った。同作戦は、ノルマンディー進行に先立つ、大規模な疑惑工作であり、上陸地点が、 パイコールドカレー圏であるかのように装うことが目的だった。一部の隊員は D-Day の2週間後にノルマンディに派遣された。彼らはマルベリーハーバーを守るべく夜間に照明機材を配置して、あたかも新たなマルベリーハーバーが開かれたかのように装いドイツ側砲兵隊の照準を分散させようと試みた。全隊員がフランス上陸を果たした後はブレストをめぐる。 戦闘において、欺瞞作戦を展開した。ブレスト守備隊司令官、ヘルマン・ベルンハルト・ラムケ将軍は、ゴーストアーミーを大戦力と誤認し、実際に、我々は、装甲部隊に包囲されたという旨の報告を行っている。結局、ラムケは大部隊による包囲を確信しながらも降伏を選ばず、およそ3万8000名の将兵と共に、徹底抗戦を図ったが、 この戦いの中で、ゴーストアーミーは、偽陣地や、偽戦車、偽火砲を駆使して、ドイツ側戦力を釘付けにすることに成功している。連合国軍の前進に伴い、ゴーストアーミーも闘進を続け、やがて、ルクセンブルクに到達した。ここを拠点として、ルール方面の都家作戦、マジノ戦周辺やヒルトゲンの森をめぐる戦闘、さらには、ライン側突破の際にも、 疑惑作戦に従事した。終戦後の1945年9月に不活性化され、以後1996年までは、部隊の存在そのものが、機密扱いとされていた。これほど長期間にわたって存在が秘匿されたのは、冷戦を通じて、大ソ連邦疑惑工作にゴーストアーミーが培った、ノウハウが転用されていたためとも言われている。ゴーストアーミーの隊員はわずか1100名のみだったが、 偽戦車や偽火砲、偽航空機の設置、さらに巨大スピーカーによる騒音の放送といった欺瞞活動を組み合わせて展開し、ドイツ側に二個師団の存在を信じ込ませることになる。下級編成には、第406戦闘工兵隊、第603偽装公兵隊、第3132信号中隊、特務信号中隊があった。視覚的疑問を担当したのは、 第603偽装工兵隊である。第603工兵隊自体は、ゴーストアーミー設立に先立つ1942年から、活動を開始しており、本土における数件の疑問作戦に関与している。第603工兵隊は、膨張式の偽戦車、偽火砲、偽ジープ、偽トラック、偽航空機を用い、これらをあえて目に留まるように配置することで、 航空偵察の格乱を試みた。彼らは必要に応じ、わずか数時間で、偽の飛行場や、野営地、自動車基地、砲兵陣地、戦車隊を作り上げることが可能だった。第603公兵隊の隊員は、その多くがフィラデルフィアやニューヨークの美術学校から引き抜かれた芸術家だった。結果的に舞台は、若い芸術家たちの成長の場ともなり、隊員の中には、 当時すでに著名だった芸術家のほか、戦後アメリカの芸術界で頭角を表す者も,も少なくなかった。例えば、ビル・ブラス、エルズワース・ケリー、アーサー・ビー・シンガー、アート・ケインといった芸術家はいずれも第603工兵隊出身者である。ゴム製の膨張式ダミーは第603工兵隊の主要装備でコンプレッサーを接続し30秒ほどで膨らませることができた。 作業は夜間を行われたため、朝になってからダミーの前後が間違っていたことが明らかになったこともあった。耐久性にも問題があり、火が昇ると気温で膨張し破裂したり、空気漏れによって方針が垂れ下がることもあったという、聴覚的疑瞞を担当したのは第3132信号中隊である。中隊の指揮を取るヒルトン・ライリー大佐は1928年に アメリア・イヤハートが飛行士の道を歩むきっかけとなった大西洋を飛んでみませんかという電話をかけた人物である。ベール研究所の技術者らの協力のもと、第3132中隊の隊員は、フォートノックスにて疑問に必要な様々な騒音をレコードに録音し、ヨーロッパへと持ち帰った。収集された騒音は、それぞれの疑問工作のシナリオに沿って編集が加えられ、 当時最新鋭のワイヤーレコーダーにて録音された。放送にはハーフトラックに搭載された強力なアンプとスピーカーが用いられた。この放送は15マイル離れた場所でも聞き取ることができたという。通信上の疑問を担当したのは特務信号中隊である。彼らが展開した一連の偽通信はペテン通信と呼ばれた。 中隊所属の無戦士らは、偽の通信網を作り上げ、実在の部隊による通信が行われているかのように、装った。実際の部隊間の通信特別し、また実際の通信を隠蔽するため、彼らはすでに廃止された、モールス信号送受信規則をもとに教育を受けていた。各種義問工作を補強するべく、ゴーストアーミーは、様々な演劇的手法を取り入れた。これは、 雰囲気の工作と総称され、他部隊の部隊称を書き込んだ車両を展開させたり、多数の中隊を要する連隊本部を演じるなどした。制服に全く別の地域に展開している師団の師団章を縫い付けたり、泥酔した兵士を装い酒場などで、偽情報をあえて漏洩させることもあった。偽陣地では、外から見える座席にだけ兵士を乗せたトラックを走り回らせた。交差点に、 師団賞を付けた偽憲兵隊員を派遣し、敵工作員の潜入が予想される都市に、師団長や幕僚に奮した将校らを送り込んで、偽の作戦会議を演じさせることもあった。また、傍聴式ダミーの効果を補強するべく、本物の車両や、下方なども少数配備されていた。ABC-23RD-HQS-SPECIAL TRUEPS ナショナルアーミーセキュリティエージェンシーアソシエーション、2016年1月21日閲覧。A.B. ガーバー、メーガンゴーストアーミー、ザインフレータブルタンクスザットフールドヒトラー、ザトランティック、H.T.T.P.W.W. ドットズアテロンティックドトコムテクノロジーアーカイブ、2013、英語、ゴーストアーミーザインフレータブルタンクスザットフールドヒトラー。 276,137、2013年5月23日、閲覧。A.B. ビンコビッツ、レア、ウェ y ア e アー・ビー・オブ・アーティスト・フールド・ヒトラー。i t スミソニアンドットコム、httpwww. スミスシニー、ニューマグドットコム、ヒストリー、アーキオロジー。 When an army of artists fooled ヒトラー -2 億830万 4561HTML2013 年5月23日、閲覧。ABCD, The Artist, Field Shadow Army of World O2. Hyper-Logic 2016年1月21日、閲覧。The Nisard Headquarters Special Troops, The Hantom Menas.Mental Floss. 2016年1月21日、閲覧。Exhibit and Film Celebrate World War II, S Ghost Army, The Boston Globe,http://articles.boston.com/.2012-02-23/.West/.310-857171 ラジオオペレーターズドキュメンタリーヒストリーチャンネル 3 2012年9月6日閲覧、ありがとうございます。